堺線は、鳥取県米子市の米子駅から、堺港市の堺港駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。米子駅を起点として、弓ヶ浜半島のほぼ中心部を通り、山陰地方切手の貿易港で、漁業基地である、堺港市へ伸びる路線で、米子市の近郊線として、駅の増設や列車の増発が図られている。 2016年2月4日、米子支社によって、ラインカラー、路線記号の導入が発表され、同月中より順次導入された。ラインカラーは、日本海の海の色をイメージする、青色、記号は C。全区間、米子支社の直轄である。また、IC 乗車カード、アイコカエリアに含まれている。平日朝に一本鳥取発境港行きの、 山陰本線からの直通列車があるほかは、米子駅境港駅間の線内運転で、途中駅止まりの区間運転列車はない。定期列車は全列車が各駅に停車する。朝の通勤時間帯を除いて、ワンマン運転を行っている。ダイヤー平日と土曜、休日に分かれており、運転本数は平日22往復、土曜、 休日は17往復で、運転間隔は40分から1時間に1本程度である。2003年10月1日の高速化完成により、山陰本線鳥取方面との直通列車が設定された。平日ダイヤの列車番号末日は D、休日土曜ダイヤは K となっている。境線を走る多脚機の臨時列車として、快速、港ライナーがある。 同列車は2005年3月5日から2010年3月7日までの間は臨時列車扱いでありながら土曜、休日と学校休暇中に一往復が運転されていた。しかし2010年3月13日のダイヤ改正をもって毎週土曜、休日の運行が取りやめられお盆休みなどの多客機のみの運行に限定されることになった。途中、古駅、 弓ヶ浜駅、米子空港駅、中浜駅、吉市駅、馬場崎町駅に停車する。運行開始当初の米子駅、境港駅間の所要時間は約30分であった。多客期運行になってからは、境港行は27分なのに対し、米子行は35分と所要時間が大きく違っている。米子駅、古島駅間は電化されているが、 電車の運行は、後藤総合車両所にで入庫する改装列車に限られており、営業運転列車はすべて機動車である。一部の列車では、ゲゲゲの鬼太郎アニメ第6シリーズの鬼太郎役の沢城みゆき、目玉親父役の野沢雅子、猫娘役の正治梅香がアナウンスを担当している。キハ40系普通列車として運用されている、キハ40系、キハ47型は、 一部車両を除いて、基本的には、イラスト車両となっている。これは、境港市出身の漫画家、水木げるの作品、ゲゲゲの鬼太郎のイラストを車体に描いたもので、境港市に、水木げるロードが完成したのに合わせて1993年から、運転が始まった。2018年現在のイラスト列車は、鬼太郎列車、ネズミ男列車、猫娘列車、 目玉親父列車、粉木地列車、砂掛けバー列車の6種類がある。平日、土曜13往復、休日14往復が、イラスト列車で運転されている。キハ126系キハ126系からなる2両編成が、平日の一部の普通列車に使用されるほか、臨時快速、港ライナーに充当されることがある。 キハ33型1988年8月6日から一部の普通列車で2003年10月のダイヤ改正まで定期運用された。その後も予備車として2004年8月頃まで運用された。堺線は山陰発の鉄道として1902年に山陰本線の米子駅三久里屋駅間とともに開業した。これは堺港から 鉄道建設用の資材を搬入するためのもので、同様の例は、中京地区の竹戸予線や北陸本線の鶴ヶ港支線に見られる。開業時に関する詳細は、山陰線支線の着工を参照。三保飛行場の滑走路拡張に伴い、2008年6月15日に、三崎口駅中浜駅間の経路が県道とともに、滑走路を大きく迂回するよう変更され、 大四の津駅が米子空港ターミナル近くに移転し、米子空港駅と解消された。なお、空港拡張は線路と滑走路の干渉について解決策が迂回とされるまでに時間を要したため2008年の予定であったが2009年12月に完成した。大四の津駅の移転、解消と同時に、 地元からの大四の津の駅名存続の要望を、受け見先口駅が大四の津町駅と解消され、それぞれの駅の妖怪駅名も継承された。なお、経路変更に伴って、実際の距離は長くなったが、2008年6月15日以降も、大四の津町駅中浜駅間の営業キロは従来、通り 2.1km のままであるため、10キロよりも短い。 両端の米子駅と境港駅のみ、JR 西日本直営駅であり、中間駅はすべて無人駅である。ありがとうございます。